線が走り出した。よし、こっちも行くぞ。案の定追っかけてきたぞ。いいぞ、元の底力見せてやる。思ったよりはやるね、元の走り上げ。でも楽勝でついていけるからね。改めて自分の手に自信持っちゃったよ。僕ってやっぱりマジだったんだね。かなりかっこいいかも。俺が知ってる車の動きじゃない。ここ行けつけちょっとプロマジえわやばい、池谷先輩迎えに行く。山本の先の直線で、えマジ、走りたい時と匠アクリフォーゼ颯爽登場。お次がアクバーン。突っ込んだら負け。無限かけといてよかったぜ。ちくしょう、頼むぜ匠。ついてこれるかよ、山手線仕込みの乗用8ブレーキ。ふぅ、どんなもんだい。すぐ後ろにいるよ。どういうこと。生意気な、時代遅れの怪獣チョッパのくせに。僕についてこれると思ったら大間違いだぞ。すぐに見えなくしてやる。池田の先の長いストレートがチャンスだ。振り切るぞ。離れた離れた、ざまみろ。ストレートじゃ全然ついてこれないよ。つけばいきなり近くにいる。サーキットで鍛えた僕のブレーキが田舎の走り屋に負けてる。そんなバカなありえない。そんなことあるわけない。あのさ、ひょっとして後ろの車7000じゃないかも。悪いけどしばらく僕に話しかけないでくれる。集中できないから。やる気だね、あれを。やるさ、ブレーキングは得意技なんだ。本気出せば負けない。120% 集中するさ。サーキットの大崎コーナーに突っ込む時みたいに。まだだ、まだまだ我慢。無我の光を本気に頼め。今だ。超絶ウルトラスーパーレイトブレーキン、輝く流星タークミサイル。ドヒャー、車が古くなってる。今人が飛び出してったような。しかも抜かれたし。もうあんなとこに。えげえ、バカっぽや。
うおぉ、シート内に人が。ダメ、ギャー。おぉ、嫌だ、母さん言い訳わかんねえ。東京に帰る。待てやこら、走るんですで乗り込んできた東京モンチューンはお前らか。ああ、いや、届け二人の組曲。